ガールズ芸人応援チャンネルご視聴いただきありがとうございます。モロヘイヤミカミと申します。今回はガッツあふれるおたかさん、石井たか子選手の魅力を紹介させていただきます。まず石井たか子選手のプロフィールなのですが、1990年2月17日生まれ、岐阜県出身、現日本競輪選手養成所の106期生になります。両親の影響で幼少の頃からスキーに取り組んでいた石井たか子選手、2007年に行われた全国高等学校選抜スキー大会の大回転で2位の実績を残しています。そして大学卒業後は OL として働いていたんですけれども、まあスポーツをずっとやってきたせいか OL の生活になかなか馴染めなかったようでございまして、そんな中電車のつり革広告で見たガールズ競輪募集の広告を見て、これだと思って競輪選手を目指すことになります。そして2013年に現日本競輪選手養成所に入学、卒業記念レースでは同期の高木真備選手や小林優香選手を抑えて見事優勝をしています。もうそしてデビューしてからもですね、ガールズ競輪フェスティバル優勝ですとか、ガールズ競輪コレクション4度制覇という輝かしい実績を残しています。それではここで石井たか子選手が優勝したレース映像をご覧くださいませ。7番梅川空子、3番石井たか子、注目小玉葵が5番手です。後ろに1番小林理子、4番長澤愛が7番手、3周目1センターから2コーナー向かいます。まずは7番手から長澤愛がゆっくりと上げています。さあ長澤が現在は5番手に上げまして、小玉が1車下げての6番手、ここで誘導を対します。逃げ体勢は大久保花凛です。細田学び、さあ6番手からじわりと小玉がタイミングを取りますが、3番手から梅川空子、2番手から細田学び上げます。そして3番の石井孝子を上げました。小玉葵が現在6番手、出たのが7番梅川空子、インコースは5番細田学び、そしてタイミングを取ります。2番小玉葵が4番手、2コーナーから巻きます。さあ小玉が4番手からまくって1番の小林陸を追っている、逃げたのが梅川空港、後ろ3番の石井孝子、2段掛けで抵抗します。さあ外2番小玉葵を牽制しまして4コーナー直線、うまく牽制しました。3番の石井孝子、梅川空港を粘って外から小玉葵が届くかどうか、小玉届かない、石井孝子、そして7番梅川か2番小玉か、2着接戦です。はい、というわけでございまして、小玉葵選手を牽制しつつ最後差し切っての勝利、まさに蝶のように舞い、蜂のように刺す、素晴らしい勝利でございました。それではここで石井孝子選手の魅力を数ある中から2つに絞って紹介させていただきます。まず魅力1つ目、温泉好き。石井孝子選手大の温泉好きということでございまして、全国各所の温泉に出向いているということでございました。特に一押しなのが島根県にある玉造温泉でございまして、もうとにかくお湯の質が最高らしいです。皆様もぜひチェックしてみてください。そして魅力2つ目、ガッツ。石井孝子選手、養成所に入る前に師匠の篠田宗勝さんとバンクでレースを見てまして、その時に結構派手な落車があったみたいなんですね。その時に師匠の篠田さんが、こうなってしまうこともあるけどそれでも軽量やるのかと尋ねたところ、石井孝子選手は、蹴るもんじゃないし構いませんというガッツあふれる解消したそうなのですよ。いざ目の前で落車を目の当たりにしてのその回答ですから、めちゃくちゃガッツあるなと思いました。そして石井孝子選手自体も2021年に落車をしてしまいまして、もう引退がよぎるぐらいの大怪我をしてしまったのですが、持ち前のガッツと驚異の回復力でなんと3ヶ月後にはレースに復帰していました。素晴らしいです。周りからはおたかさんの愛称で親しまれている石井孝子選手、3月19日の豊橋開催では久々に優勝しまして、怪我の影響もほぼなくなっているように見えました。また特別競争でも活躍が期待される石井孝子選手、これからも応援させていただきます。というわけでございまして、ご視聴いただきありがとうございました。今回のガールズ芸人応援チャンネルでございました。